あ、みたいなことですよね、でも待てるのにさ、盛り上がる。おぎそしゅうりです。木崎ゆりあです。おぎそさんと木崎さんです。ということで唐突そうですね、木崎さんとっても元気になりまして。そうなんですよ、いろいろありましてね、お休みとかさせてもらったんですけど、うん、今は元気にやっておりますので、はい、で急に始まって、いや何やねんって感じだったんですけど、そうだね、私たち2人で YouTube の番組を始めることになりました、はい、多分めっちゃ驚きですよね。そうですね、私たちもう10年くらい前に知り合ってから、うん、ずっとプライベートでは仲が良くて、10年か、なんて今はしみ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 この年になって、うん、まあ、うるさいとうるさいですけど、2人でやっていきたいねみたいな話になって、今更ながらあるかと。で、まあ、YouTube ではね、うん、初めましてなので、うんうん、多分こいつは何者なんだと、ね、知らない思われる方もいっぱいいるよね、はい、たくさんいらっしゃると思うので、はい、今日は、はい、皆さんに知っていただくためにぴったりの企画を、はい、考えました。しかも第1弾、あ、そうです、ぴったりのね、はい、記念すべき第1弾は、はい、こちらです。ウィキペディアクイズ、イエーイ言えてた。ブランクっていうかあるよね、やっぱちょっと衰えは感じているんですけど、はい、まあこれも今の私たちということで、はい、今回はちょっと衰えは感じているんですけど、はい、今回は私、小木曽しおり編のクイズと、うんうん、木崎ゆりあ編のクイズに分けてやっていきます、はい、なるほど。ということでこちらがご用意しました、はい、ででん、じゃん、ホワイトボード、クイズ番組といえばの、はい、ホワイトボードに問題を、ね、そう、問題の答えを書いて、うん、どうする10年の中をが今試されます。おぎゆりですから、はい、もしお互いのこと全然分かってなかったら今後のちょっと仲の良さに響くかもしれないという、はい、もしかしたらじゃあ今日で YouTube も1本で終わりのかもしれないですそうですね、なのでそうならないためにちょっとお互いのことをどんだけ知ってるかっていうのを確認しつつ、はい、私たちのことを初めて見てくださってる方に知ってもらうっていう企画です、うんうん、最高の企画です、はい、では早速、はい、問題に行きましょう。やってみましょう、頑張るぞい。それでは早速、ウィキペディアクイズ小木曽しおり編スタート。ウォームアップクイズをその前にやりたいんですけど、はいはいはい、なるほど、お互いのフルネームと生年月日を正しく書いてください。なめてくれるなよ。もちろん漢字ですよね、全部ね。英語ちょっと生年月日ね、英語が得意なら英語でもいいですよ待って、これ漢字でしょ。これは余裕でしょ。ちょっと間違えないでよ。私はまださ、間違えてもさ、あぶね待って、もうやばい人いる書けた。ちょっと待ってよ。だって1906年前でしょ。6年前。どうぞ。9か。9か。あ、やばい。計算もできないから。5の引く9。9引く5は。待って。算数の問題になってますよ。1900。96か。算数になってる一人だけ。6、あれ足すんだっけ？年上って。OK。はい。いきます。せーの。じゃん。私は合ってるよね。1996年2月11日、木崎のザキの字、あの立つなんですよ、この上。そうなんですよ。大きいじゃないんですよ、皆さん。そうなんです。これ合ってますか？合ってます。正解！イエーイ！ということで、ね、さあ、こちらですね、問題は。すごい隠してるんですよ、この人、ここ。これちょっと待って、これ何？ちょっと、りの字が、ちょっと待ってよ。めっちゃ惜しいけど。そうだよね、ここまで合ってる？草冠でしょ。草冠に、この、分かった、はい、そういうことね、オッケー、しっくり。はい、これが、ね、嬉しい、しっくり。大喜利しおりは合ってますね。そして、こちら、私、1992年生まれでございます。あれ？あれか、私が早生まれなの？そうなんですよ、あなたが早生まれなので
あの計算は多分合ってるんだけど、私9月生まれなので、うん、でも9月10日はさすが。いやそれはね合ってる。唯一覚えてる、うん、毎年電話してたもんね。そうだね、年明けた瞬間に、うん、おめでとうって言って電話をかける。絶対電話くれてたから、それはさすがにね覚えてくれてたけど。いやーちょっとこれ先行きが怖いぞ、不安だな。あと気になってるんですけど、これね、あ、それはちょっとあまり映さないでいただいて、ちょっとやっぱ、はい、初めの方ってお金ないやな。さあここから本番ですよ。はい、ではまず小木曽編のクイズ第1問、じゃじゃん。ウィキペディアに載っている小木曽しおりのニックネームを3つ書きなさい。え、で3つもあるの私って。3つ、え、でも1個わかる。え、いや皆さんもちょっと考えながら見てほしいな。3つ目はちょっと私自信ないかも。でも一番呼ばれてるかも。いいですか。いけました。せーの、じゃーん。しおりん、ごまったん、おぎちゃん。おぎちゃんが一番呼ばれてない。だってゆりやんもおぎちゃんでしょ。そうだね。おしりって何、ちょっと待って、なんかおしりみたいなの呼ばれてなかった。え、じゃあ早速答えを見ていきましょう。はい、せーの、じゃん。しおりん、ごまたん、おぎちゃんや。めちゃくちゃおぎちゃんや。おぎちゃんってニックネームなんか、おぎちゃんって呼びすぎて、なんかニックネームっていうか、それがファーストネームみたいな。本人おぎちゃんって呼んでるのに書いてないっていうね。いやでもごまたんがなんでかっていうのはちょっと皆さん調べてみてください。第2問、じゃん。何々と何々と何々と辛いものが苦手。辛いものね。ってことは辛いもの以外に3つ私の苦手なものを書く。私結構嫌いなもの多いんですよね。てか自分の嫌いものは分かってるよ。確かに。え、1個は確実なんだけどな。1個は私も確実。難しいな。いや、なんかだった気がする。ちょっと待って、字綺麗やな。8年ぐらい、10年前ぐらいってこと。8年ぐらい前か、うん、ってことだから食べ物の好き嫌いも変わってるはずだよね。ちょっと正解だらけでいい。じゃあ私見てもらって先出しちゃいますね。正解じゃない、出していい。あ、違うか。いきましょう。せーの、バン。チーズ。一緒でしょ。生物でしょ。カキ。カキ生物やん。そうなんだよ。だからここが一緒だから。でも私これは大好物。あれ、納豆嫌いじゃなかったっけ。誰と間違ってんの。いや間違えてない、間違えてない。したらこれ何、正解者いる。いない。え、だってカキ生物だもん。ちょっと待って、あの生物のあれで、うん、サーロインみたいな肉。え、待って、もうワンチャンスとかあんの。よし。え、なんだろう、なんだろう。え、それもの、もう個体、個体ってかお寿司とかじゃなくて両方とも一緒じゃん。あ、分かった。じゃん、トロ、大トロみたいなことですよね。でもマグロ、ネギトロ。違う、答えが、答えが気になる。正解はこちら、生魚、刺身、チーズ、辛いもの。確かに生魚、刺身はちょっとこれはバカですね、私。すいません。生魚と刺身一緒やもんな。さあ続いて、じゃあ、はい、3問目、じゃじゃん。基本的に動物、鳥類、魚類は嫌い。嫌いなもの、え、大丈夫人として。これでもあの本当8年ぐらい前の私なんで、今はもう本当にみんなを愛しています。何？ちょそんなカラス嫌いなの？何なの？カラスって頭いいじゃん。あ、確かに。襲ってきそうで怖いっていう。なるほどね。え、放送できるよ、これ。道。道ヒント。わかった。え？あ、わかった。わかりました。今でも多分これすると思う。そういうこと？できました。せーの、ババン。道を変えるか。道にいたらバンって足でするほど。え、正解はじゃん、道端にいるだけで通れない。なるほどね。ということはイコール道を変えるということで、私正解ですね。通れないけどバンってやったことあるやろ。やんないです。ありません。もうカラスにはね、もうそんな敵意示さない。もう怖いから通れないの。そうなんだ。怖くて狙われ、あ、それがもうすんごい静かに通る。カラス久しく会ってない。元気だと思うよ。
それでは続いて最後じゃない？まだあと2問あります。第4問、じゃん。泳ぐことが好き、なってみたい動物はホニャララで、理由はホニャララだから。水泳部ってか水泳のうち、あ、そう、水泳やってたの昔だから泳ぐのは好きで、私多分動物はわかる、動物はわかるんだけど、でも大体さ、泳ぐこと好きな人ってさ、これになりたくない？動物は絶対これなんだ。動物は私もわかる、うん、で、理由ね、変わった理由ですかね。シンプル、シンプル、わかりました。よし、いきますか。せーの、じゃじゃん。私の答え、なりたい動物はイルカで、うん、自由だから。イルカだよね、でも絶対。絶対イルカなの。ね、私は可愛いから。あの時のおびちゃんってもう可愛い、可愛い女子じゃなかった。うん、はい、ということで答え、じゃん。イルカ、自由に泳ぎまくりたいから。え、私合ってない？合ってるやん。でもやっぱその時のおびちゃんの雑さがなんか絡みよね。自由に泳ぎまくりたいから。全然当たんないじゃん。最後の問題です。はい、せーの、じゃん。キズすいませんね、木崎ゆりやとはホニャララおり、他のメンバーからホニャララと呼ばれるほどラブラブな状態。あ、わかった、おりわかった。これはさ、もう私の問題っていうよりさ、二人の問題ですからね。はい、行きましょう。せーの、じゃん。私から、木崎ゆりやとは常に一緒におり、おぎゆり、他のメンバーからおぎゆりと呼ばれるほどラブラブな状態。なるほど。さあ、木崎さんの答え。ちょっと直球すぎましたわ、ごめんなさい。これよく言われてたことなんで、うん、常に行動しており、うん、まあ、だから意味一緒だよね。一緒におり、はい、ゆりと言われています。あ、よく女の子同士の、そうそうそう、あの100に、文字が書けなかったんですけど、ね、100にっていう、ちょっとなんか気まずい感じにならないでもらっていいですか？ちょっと気まずい。おぎさんちゃんのおぎで、木崎ゆりのゆりで、おぎゆりって呼ばれてたんですけど、なんかおぎゆりのゆりはなんかゆりのゆりだみたいな感じで、ファンの方が勝手にあの盛り上がってくださってたっていう話なんですけど、そう、まあ、正解を見てみましょうか。かなと思って、恥ずくなかった、違ったら多分違うと思う。なんでやねん。せーの、じゃん。毎晩電話で会話しており、おぎゆりと呼ばれる。あー、毎晩電話か。電話してた、ちょっと持ってるかも、うん、確かに。まあ、よく電話のかファンの方が持ったのかということで、最後の問題はお互い0点ということで。でもこれに関してはさ、論外だよね。いや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 、言われてたよ。否定する感じやめてもらって。言われてはいた。いや、言われてた、言われてた、うん、まあでも、ほんと常に行動してたなって思うのがさ、うん、バスとかみんなで、うん、移動乗る時があるんですけど、うん、そういう時も絶対隣でさ、うん、そうだね、イヤホン片方ずつしてさ、うん、いや、ほんとでもそれ、そういう状態を見られたら、まあ、ユリの子たちなんじゃないかって思われても、うんうん、しょうがない、うん、だから穴がち間違えればいい。それ誤解読むから。はい、おぎそしおり編のクイズ終わりました。はい、現在の得点、自分のクイズですが3ポイント、そして木崎さん、私のことをとっても好きでいてくれてる木崎さん、こんなに愛してるのに0ポイントです。もうおぎちゃんの問題だったからって、まあそうだね、確実なんかここからはもう逆に、あの、そんな自信満々したら5問全問していただかない。そう、もちろんあるぐらいのレベル。それはもう木崎さんのこと見てますから。ではいや、ここからは挽回したいと思います。はい、それでは木崎ゆりや編いきたいと思います。第1問目、じゃん。両親は親バカで、おい、バカにすんなよ。何々喜んでいるという。あー、わかった。え、何々するぐらいとかってことですか？オッケーオッケー。何々をするぐらい喜んでいる。私わかったかも。ヒント欲しいです。しょうがないな。わかってんの？うん、わかった。絶対わかってないでしょ。え、嘘でしょ。じゃあヒント見て変えないでね。いいよ。自信満々じゃん。ヒントください。私全く見当ついてない。え？水着？あー、そういうことね。え、分かった？じゃあ、私はもう分かったわ。はいはいはい、あ、これ分からない感じですか？
あ、なるほど。ちょっとね、これはちょっと出てもわかんない感じです。反論。これ木崎さんの問題というより木崎さんの親御さんの問題ですよ、ね。いや、それはもう私でいいじゃん。さすがにちょっとね、まあ、何回か会ったりして仲良くはさせていただいてますけど、そう、ご飯とかも連れてってもらったりしてますけど、いやでもちょっとヒントをもとに。いや、でもさ、うちもさ、よく来てたじゃん。うんうん。あ、そういうこと？そういうこと？それで、それでありめっちゃヒントが。そういうことね、うん、いやでもこれはね、正直ね、もう当たってると思って話しますけど、正直ね、あの、本当嫌でした。嫌だっていうか、もう恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。なんか私、お兄ちゃんいるんですけど、お兄ちゃんの友達とか来た時、どうしよう。もう分かった、これは合ってるわ。いきますか。せーの、じゃん。水着のポスターを飾るくらい。これ一緒です。部屋にポスターなどを飾るくらい。そう、喜んでいる。正解は、娘の水着のポスターを家中に貼って喜んでいる。ちょっと言い方、でも両方正解じゃない？確かに、これ正解です。本当に木崎家行くとすごいんですよ。今はね、あんまないですよ。そう、あの当時とかは。当時すごかった。うん。なんか久しく家帰ってなくて、家帰ってきたら自分の部屋の扉に私のポスターが貼ってあって。待って。いやでもね、本当に愛情深い。ご家族ですよね。ありがとうございます。じゃあ続いて2問目いってもいいですか？はい。せーの、じゃじゃん。丸顔で小動物的なルックス。幼稚園の劇で何々役が来るほど顔が丸かった。これはマジわかるわ。え？キャラクターですね。だよね。Okay。 でもなんか今の子多分知らないと思う。え、でも二択なんだよね、私。子たちの世代多分知らない。二択なんだよな。2個がいたらダメだよね。ダメです。え、でも今の子も知ってるでしょ。知ってるのかな。そんな古いあれじゃないよね。かけた。せーの、じゃん。アンパンマンですか？たこ焼きマントマンってご存知ですか？え、私も劇でやったことある。ポケモンも、うん、マジで。あ、じゃあその世代はこっちじゃない。私が劇でやったんだから覚えてる。じゃあ正解は、せーの、たこ焼きマントマン。イエーイ。なんかアニメがあったんだっけ、たこ焼きマントマンって。そう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 。ちょっと気になる方はぜひ、あの、ツタヤとかに絵本とかあると思う。絵本とかあると思う。やばい、知識が遅くちょっと、まあ、でも、はい、じゃあ続いて第3問いきたいと思います。はい。じゃじゃん。今までで一番嬉しかったことは何々である。え、これ何年だろう。一番嬉しかったことは何だ。あ、分かった分かった。ずっと言ってたわ。これかっこいいと思ってちょっと言ってた部分あるわ。何それ。あー、え、分かった分かった。うん、分かった。すごいね、木崎さんといえばですね。え、本当。いや、でもこれやっぱね、当たったらすごいと思う。いきますか。当たると思うよ。せーの、バン。この世に生まれてきたこと。え、すごいすごいすごい。え、待って、全く一緒やった。当たってんの。これで違ったら逆に受けない。そうだね。正解はこちらです。生まれてこれたこと。いや、てかこの読みがやってんのすごくない。でも木崎が言いそうなことって思って書いたの。これすごくない。確かにすごいね。めちゃめちゃミラクルですよ。生まれてきたの生まれは正の字があってるらしいわ。ってこと、あ、これは、これは、まあこれは正解だね。でもね、これ私本当にずっと言ってたことだよ。この世に生まれてきたことですって言ってた。いやでもね、それは本当にね、奇跡のようなことだよ。いや本当だよね。しかも私たちが出会えてね、ファンの皆さんとも出会えて、なんかいい話が。そうだよ、始まってる。いい勝負になってきました。よし、じゃあでは第4問。じゃん。国内旅行でもパスポートが必要だと思っていたり、何々を見て何々と発言したりするほど一般教職が教養が苦手。なんかかろうじて読めたけど大丈夫。一般教養ですね。これでも過去の話ですか。え、これは騙されたんです。何々を見て何々と発言。これはね、私はわかります。自分で言ったから。なんだろう。ただ漢字が書けないのでひらがなで失礼します。え、知らないこれ。でも武勇伝がありすぎて。でも多分一緒にいた頃の武勇伝だと思う。そうだよね。これちょっと難しいかも。でも絶対思わない。何系のこと。ヒントあります。ちょっと木崎ゆりやの問題だけさ、なんか難しくない。建物ヒント。建物。だから何かの建物を見て何違う、全然違うようなことを言ってたってこと。ちなみにこれもう正解出しますね、私は。何。
感じでいいにはあれですけど正解です。その時に、うん、おびちゃんと一緒にいたわけではなく、うん、MC とかのネタで、うん、そしたらなんかもうゆでになっちゃったみたいな、うん、あそういうこと、うん、あ名古屋ではない名古屋ではないよね。名古屋ではない。分かった。東京にある建物だよね。見てです。で当時だよね。当時。本当今ありえないですよ。あのちゃんと私今ニュース毎日ニュース見てますから、朝起きてニュース見て昼もニュース見て夜もニュース見てるんですから。多分これだと思うんだよ。あこれはもう結構いじられたな。あとパスポートの下りさらっと言ってるけど、パスポートの下りは本当に騙されたんだよね私。静岡県は金魚の形がしてるから、もともと遠くにいて、うん、泳いでたどり着いたから、うん、静岡だけパスポートが必要なんだよって言われて、本当にパスポートに出たって。それさ、ちょっと周りのさ、大人たちが悪いよ。ということで、できました。せーの、じゃん。国会議事堂を見てディズニーランドと言った。あ、なるほどね。でも多分国会議事堂は合ってるね。国会議事堂合ってます。ディズニーランドと思うってやばない。国会議事堂。そうなんだよね。正解はこちらです。国会議事堂を見て東京城と発言をした。東京城なんてないもん。そうなんですよ。あ、そうか。だからその言葉が出てくること自体おかしいのか。ちゃんとあくまで昔の話です。では。最後じゃないですか、これは。ラストの問題ですね。5対4。あ、めちゃくちゃいい勝負じゃん。でもさ、これもう木崎さんさ、自分の問題で有利でしょ。でも1問じゃ抜けないじゃん、私のこと。最後も3点問題する。一番最後3点問題にしましょうか。超えてくる。はい。では、第5問、ラストです。じゃじゃん。絶叫マシーンが苦手で、幼少期は何々の何々さえも乗れなかった。それはもう簡単かもしれない。いや、多分ね、当たんないと思う、これ。建物の都合上、おぎちゃんに、どっちかな、おしびが踊っております。だいぶね、私こっちに寄ってんの。では、行きましょう。せーの、じゃーん。公園のブランコ乗れなかった。でもうちょっとアクティブな子供だったから、幼少期。これ絶対正解。ディズニーランドのプーさんのやつも乗れなかった。正解はじゃん。ディズニーランドのクマのプーさんのアトラクション、プーさんのハニーハントも乗れなかった。イエーイ。キサキさんの問題だけすごい細かくないですか。ということで、え、私ってことは3点プラスになったから、5対7でキサキさんの勝利です。果たしてね、こんなコアな問題で皆さんに私たちのことを知っていただけたのか疑問なんですけど、でもこれを機になんかいろいろそのおぎゆりだったりなんか個人個人を調べてもらえたら嬉しいなと思います。こんな感じで、はい、これから私たちのいろんな面をお見せできたらと思いますね。負けたんだから。なんですか。それは罰ゲームがあります。ないですよ。ないの。あのちょっとあの長くなってるんで、あのおぎさんが TikTok の方をね始めましたので、 TikTok の方で1個罰ゲームの企画をやらせたいと思います。とても可愛い動画を1本撮らせるという罰ゲームをやりたいと思います。お前。ということで、まあ、これが1本目っていうねあれですけど、そうですね、なんかこの敗北で1本目を終えるのはちょっと負けず、あ、ダメ。ちょっとまあ普通にぶつけた。やばい、先行き不安な部分ありますけど、仲良く配信していけたらなと思います。こんな喜んでるけど私の問題一問も当たってないんですよ。ということで、おぎそさんと木崎さんでした。バイバーイ。